GA 文庫、GA ノベル、GA コミックの GA フェス2024が、まあ、3月9日に開催されるということで、まあ、アベマで無料独占配信するんですが、今回はかなりメインに出てくる作品が、まあ、印象的なので、ちょっと話しておきます。まず最初に、友達の妹が俺にだけうざい、妹うざですね。芋うざは2019年から刊行されてて、で、アニメ化の話っていうのは実は2021年、まあ、3年前から話はあったんですが、ラジオとかやってて、まあ、かなり気合を入れてる作品ですね。ちなみに、作者は、義舞生活という MF 文庫の作品が、夏からアニメ化発表されてるんですが、まあ、この作品ドラマ CD とラジオがあるので、まあ、実は鈴代さゆみさん、楠木ともりさんの、まあ、コマリンとビルの、まあ、コンビなんですけど、まあ、ようやくアニメ化発表ってところですかね。うん。まあ、芋うざ、正直凍結されてるのかなと思ってたから、まあ、これは嬉しいですね。はい。その次、スライム倒して300年、ステージ決定、イエーイ。うん。スライム倒して300年は、2021年春アニメとして、まあ、聖女の魔力は万能です1期と同じ感じで放送されてたんですが、まあ、それから、まあ、2期、割と時間かかってたんですが、ようやく続報が出るみたいですね。うん。スライム倒して300年、マジで良いアニメで、まあ、アニメでは、まあ、ボッチザロックの斉藤慶一郎監督が、ちょっと関わってる話とかもあって、なかなか良かったんですけど、まあ、楽しみですね。うん。まあ、実は、マンドラゴラの三女と、まあ、新しいスライムの精霊の四女が出てくるんだけど、まあ、ようやく漫画版でもサンドラとシローナ出てきたから、アニメ化前に多分ドラマ CD 挟みそうな気はしますね。うん。まあ、何にせよ、うん、だいぶ待たされた作品だから本当に楽しみですわ。うん。いや、スライム倒して300年マジでいいんですよ。うん。まあ、そして飛ばして、で、お隣の天使様ですね。うん。地味に、プロジェクトナンバーナイ君が2期で続投するかっていうのはまだ伏せてるんですよね。うん。アニメのキャラデザー続投かどうかも謎ですし、実は。まあ、なんか一期の説明っぽい話になってきてるから、まあ二期情報といっても、まあやることはあんま変わんないから、個人的には引きこもりみたいにリマスター版で一期作り直して再放送や配信してもええんやでって思うんですけどね。うん。まあそこら辺はヨースターとか、まあ東宝とかの違いとかもあるだろうし、まあなんとか大事に育ててっていってほしいですね。はい。そして、断末5期。もう勢いが止まるんじゃねえぞって言ったら、うん、オルガを思い出すんだけど、うん、ベル君の仲間に、うん、細谷兄貴いるから、やはりフェスティオファミリアは鉄火団だったってことですかね。止まるんじゃねえぞベル。まあ5期のベル、あれはあれでなんかメンタル削られまくるんだけど、まあ断末はなんだかんだ JC スタッフでよかったよねって思いますよ。まあここまで付き合ってくれてんの絶対 JC のおかげだから、うん、止まらないでほしいですね。止まるんじゃねえぞ。あとは、まあ、GA レーベルステージですかね。うん。まあ、ここでいろいろと説明とかあったりするっぽいんですけど、まあ、呼ばれてる声優さんが、まあ、推しの子のルビーの、まあ、生駒ゆりえさんや、まあ、新人スタッフ、新人声優の人たちらしくて、まあ、何か新しい企画打ち出してきそうな感じはするんですが、まあ、GA 文庫って結構ドラマ CD に気合い入れてるから、まあ、探してみたけど、生駒さんが、GA でドラマ CD 声当ててるのってないっぽいから、まあ、この辺も期待ですかね。うん。まあ、サユミンとトモルリがいたら引き込まれ2期に期待できたんだけど、まあ、それは言わない約束で、うん。まあ、GA 文庫をかなり期待してて、まあ、今回のラインナップはなかなか期待が持てるというか、まあ、最大打点当ててきてるなって感じ。まあ、実際どんな感じなのかは放送次第ですけど、まあ、楽しみにしてます。はい。